1日1本の苗木。新裏ボス倒すまで200時間はかかる。天下競争するの分からん。するんじゃないか。もう一本つって寝るわ。ブラソン来る？ブラソン来ません。もうじゃあ寝ます。もう薬を飲み忘れるな。今日飲んだからな。もう風邪治った。風邪じゃないんだよなこれが。しかし今日は調子が良かった。アレルギーの薬かなんか、なんかそんな感じ。お大事に。日曜日か。休み。皆さん休みですか。いいですね。寒暖差アレルギー。それか。今日足あんの？今日は多分ないと思われ。まどかの撤去日ぞ。明日が最後な。まどか今日で終わり。お前らさよならしてこいや。日本までまどかにええ思いさせてもらったんだろ。じゃあね、それなりの手厚く最後に伴ってやれや。5万ぐらい握りしめて。奉納だろ奉納。あんまりいい思い出ないからええわ。まあそうなるじゃろうな。最後の回収。まさか打ってきたけどめちゃくちゃ吸われたよ。それはもう1しかないからな。そんなお前この世からなくなる機種に6なんか入れる奇特な店ないで。最後まで吸い取られてお前ら終了よ。生も根も突き果てて明日打つやつなんかはもはや。何入れるんやろな。あれか、マロカ3が入るんか。後釜にきっちぃ。夢を奪うな。いや夢だろ。入れんってライナルンやで。何しわざわざ入れるん。泣きながらお前マロカイオルやつからさらにむしろうとするんがパチやでしょうが。不合理に身を委ねるのがスロッターよ。うちの店まだ窓があるぞ。だから明日が最後なんだろ。それが窓2のがまし。窓かは上限云々の前に100枚しか出ない。しかも枚数やろあれ上乗せ。クソやん。クソですやん。68台。ああもうそんなに少なくなったのか。お祭りある？最後に最後にまどか祭りするような店ある？じゃあそこに行かなきゃ。ビッグボーナスっていうんか腹立つんよ。そんなん言ったらエウレカ2のお前ビッグボーナスだって100枚やったろうが。あれでビッグとかよう言ったなマジで。ナノの日だしマルハン入れるやろ。入れるわけないだろお前。マルが
マルなんかお前余計にお前もう殺しに来るやつよ、お前死神の鎌とか持っとるで、店員とか全員がサクって首刈られるで、やめとけやめとけお前ら、俺は止めてやるぞ、ジャグラー撃つんご、みんなでピエロでゴーゴーランプを見つめるんご、それが一番の静寂ぞ。ジャグラーなんていつでも撃てるだろう、しまった正論すぐる。いやまあそうやけどよ、そこを逆手に取るんやって、窓かで吸ったらね、平均設定はどこに還元されるピエロでしょうよ。勝ちました、整ったのお前ら。ジャグもいずれ消えるでしょ、ジャグラーの時は俺やるよ、最後お別れジャグラー、今までありがとうって全ゴーゴーランプを斜面に収めて帰ってくるわ。今日久しそういや初めて来たよ、あの隠れジャグリーランプがまばたきするの知ってます、あの AE でビビビって、でその後ゴーゴーランプが光ったらこうジャグリーが光るっていう、あれを見たんだ、斜面にも撮ってきたが、お今光ったね、チョリーでしたわ、ピックになります。あとあと払い出しのないシェリーも来たな、年始って、お今言ってつかないって、ラブリージャグラー2とか出ねえよ、もう無理よ、ジャグラーも終わったんよ、ジャグラーもう終了、6号機のジャグラーなんかに夢はないよ。ジャグ法事に舞い戻ってしまったか。いやもう俺ジャボーズとか超えてるから、ジャグラーことジャグラーに関してはもう超えましたわ、ついに兄を、わしのジャグ理論は。ドン2が面白いけど低設定だと死んじゃう。まあドン2だな、枚数がな、ピックの理論あるんか。夕方に行って合算いいのを打つんご大作戦、それだけで今勝ってます、2連勝。だいたい今回負けたんもな、あの綾菜のせいですから、ジャグだったら勝ってたきっと。夕方理論、A タイプ300万消えたらすぐ引退してもいいな。そんな立ち回りで勝てるのが愛媛。まあそんなこんなでとりあえず寝ます。お疲れ様でした。おやすみなさい。